そうしましたら前回のまたね続きになります。3段目と、この土台の部分ですね、こちらの方を作っていきたいと思います。編み図で説明していきます。はい、こんな感じで編み図を描いてみました。これは、前回の部分になります。2枚目3枚目ですね。そして今回は4枚目5枚目6枚目そして土台部分になります。はい、編み方はほとんど一緒なんですけれど、ビーズをつけるところがね少し変わってきます。4枚目を編むときに最初に糸に、ビーズを1粒通しておきます。そのビーズはここのビーズになります。ここは、ピコットを編んでいくんですけれど、今までもここピコットを編んでいますけれど、モチーフをつなぎますので、つなぐときにビーズを入れたんですけれど、ここは一番下の部分になります。ここですね、ここの部分になります。ここの、ピコットは次のモチーフとつなぎませんので、ここと、そしてここね、こちらの三角形の、はい、下の部分ですね、はい、ここの2箇所はピコットの中にビーズを通すっていうやり方をしていきます。編み始めはここになりますね。一番最初は、ダブルステッチを11編んで輪っかにしますね。はい、そして結び目を1つ作ったら2番目に行きます。ダブルステッチを1編んだら1番目のリングとここでつなぎます。そしてダブルステッチを6編んでここにビーズを入れてつなぎます。ダブルステッチを7編んだらリングにします。はい、結び目を作って次へ行きます。ダブルステッチを1編んで2番目のリングとこうつなぎますね。ダブルステッチを10目編んで、はい、リングにします。次は4番のところへ行きますね。はい、リバースワークをしてダブルステッチを7編んでブリッジを作ります。リバースワークをします。4編んだら3番目のリングとつなぎます。そしてダブルステッチを7編んでここで結び目を作って5番目のリングを作ります。6番目に行きます。はい、1編んでこことつなぎますね。ダブルステッチを6編んだら大きなピコットを作って、はい、こちらの方へ行きます。ダブルステッチを7編んでリングにして結び目を作ります。はい、1ダブルステッチを編んでつないでこちらへ行きます。大きなピコットを編んでこちらへ行きますね。はい、詳しい目数等は前回の編み図、そして前々回の一つをね詳しく、やっていますので、その編み図等を参考にしてください。リングを作ってブリッジを作ってリングを作ってっていうことになりますね。9番の時にはビーズを入れます。このビーズね、はい、9番でビーズを通してリングを作ったら10番に行きますね。6目ダブルステッチを編んだら、今まで大きなピコットを作っていたんですけれど、このピコットを編む時にこのビーズを入れてピコットを作ります。また後でねやりますけれど、はい、でここの端のところにこのような感じでピコットの中にビーズが入ってこういう形になります。はい、残りのダブルステッチを7編んだら、はい、リングにして11番12番という風に作っていきます。はい、そしたら4枚目を編んでいきます。色の方は、この色ね、ピスタチオ、そしてオリバイン、モスグリーンという形で3つモチーフをつなぎながら編んでいきます。3段目の1枚目、はい、全体でいったら4枚目になりますね。それを編んでいきます。最初にこの糸の中にビーズを1つ通しておきます。はい、このようにして、そしてこう引っ掛けてここをくぐらせますね。これは失敗ですね。スワン糸はこう引っ張っていくとどんどんねほどけていきますので、引っ張って失敗したら、そこからカットをしてもう一度やり直すという形でいいと思います。そしてここに引っ掛けて、空洞になっていますのでこの中に入れる感じですね。そしてくぐらせます。こういうふうに一粒ビーズを通してからスタートします。はい、そしたらあとは今までと同じなので、糸を80センチ測ったところから始めます。ビーズは80センチの外側にやっておきます。はい、80センチのところに置いて、そして、最初は、ダブルステッチを11でしたね。1 2 11、はい、ダブルステッチを11編んだらこれをリングにします。引っ掛けて輪っかにしますね。はい、編み地を整えて結び目を1つ作ります。そして
ダブルステッチを1編んで、このダブルステッチの向こう側の奥の目ですね、こことつなぎます。そしてダブルステッチを6ですね、1、2、3、4、5、6、6編んだらこことつなぐようになります。このモチーフと全く同じ編み方になりますね、はい、最初にビーズを1つ入れているっていうのがね、違うだけであとは同じになりますので、これでこことつなぎます。はい、ビーズを通したところにこのようにすくって、そして残り7目ダブルステッチを編みます。1、2、3、4、5、6、7、はい、はい、リングにします。結びます。はい、こんな感じで、つなぎながらね仕上げていくんですけれど、はい、4枚目は今こう2つ編んでますね、これがこことここになりますね。でこうずっと編んできて最後のところですね、この角のところ、ここで、先ほど通していた、これをピコットを作った時に、はい、ビーズを入れていくっていう形になりますので、今ここを編んで、はい、ここのところまでね、はい、編み進めていってください。詳しい、一つずつのモチーフの編み方は、概要欄の方に貼っておきますので、そちらを参考にしてください。はい、そうしましたら、今これが、4枚目の途中なんですけれど、はい、ここから始めましたね。そしてこうつないで、こういう風に編んできました。そしてここは、この、モチーフの真ん中のビーズですね。ここを入れています。そして、この9番目を編んで、次10番目ですね、ここの時に一番最初に、通しておいたビーズですね、これを、はい、ピコットを作った中に入れていくっていう形で編んでいきます。10番が少し、このねビーズを入れるっていうのが変わるだけで、11番12番は今までと同じ編み方になります。はい、今9番をこのように編んでいます。はい、最初は1目ダブルステッチを作ったらこことつなぎますね。つないで、はい、6目ダブルステッチですね。1、2、3、4、5、6、はい、6ダブルステッチを編んだら次にピコットを編みます。その時に一番最初に通しておいた、はい、ビーズですね、これを入れた状態にしてピコットを編みます。ここにビーズを通して下から通しますね。はい、あまり、きつくならないように、はい、目をこう寄せた時にビーズがこうキュッとならないようにね、ちょっと余裕がある形で、はい、ビーズを通します。はい、こんな感じでビーズを通しました。はい、次は、7目ダブルステッチを編むところですね。ピコットを作ったら1できますので、これが1です。1、2、3、4、5、6、7、はい、こんな感じになりますね。これを、はい、リングにします。ここに引っ掛けて、一つ結びます。はい、こんな感じにして、この先端のところね、こういう風になっていきますので、ここに、一番最初に通しておいたビーズをピコットの中に入れて、はい、編んでいくっていう形になります。これが10番目のリングですね。そしたら11番目12番目と、はい、編んで仕上げていきます。はい、そうしましたら4枚目をこんな感じで編んできました。この端のところですね、ここに一番最初に、通しておいたビーズを、はい、ピコットの中に入れて、そしてリングにしましたね。はい、そして、
最後の11番12番と編んで、4枚目のモチーフを仕上げました。はい、次この真ん中をこう編んでいくんですけれど、はい、5枚目ですね。色の方はオリバイン最初の色ですね、この色ね、これと同じ色をここへ持ってこようと思います。そして最後のここのところはこの濃い色をね持ってきます。はい、5枚目は同じようにここからスタートします。1番を編んで、そして2番を編むときにこの2段目のここのところですね、こことつなぎます。はい、ここね、また後でしますけれど、こことつないで、はい、斜めダブルステッチを編んで、はい、あとはずっと同じ形で、作っていきますね。ここも、はい、最初はピコットだけですね。はい、そしてここはあと今までと同じビーズを入れてという形になります。で10番のところで4枚目とここをつなぎますね。はい、そして11、12というふうに同じ形で、編んでいきます。はい、ここは、前もってビーズをね入れておかなくても大丈夫です。はい、80センチのところに今までと同じように針を置いて、はい、11目ダブルステッチですね。1 2 10 11、はい、11ダブルステッチを編んだらリングにします。はい、そして結び目を作って、1目ダブルステッチを編んで、そしてこことつなぎますね。はい、ここからですね、ダブルステッチを6編みます。1 2 3 4 5 6、はい、ダブルステッチを6編んだらここですね、ここの、ビーズから1つ目のダブルステッチの裏の目、ここに印をつけます。でこちら側はここでつながっていて、ビーズから、1つ目のダブルステッチの裏側の目ですね、ここに印をつけます。こことつないでいきます。はい、このように取って、ここは普通にすくうとちょっと目がねねじれたりしますので、はい、今までと同じようにこう取ってきてここへつなぐっていう、はい、今まで通りのつなぎ方にします。そしてもう一つですね、ここ、この目とつなぎますので、取ってきて、そしてこう、はい、針に入れてつなぎます。こんな形にします。はい、でこことここがつながったら次、ダブルステッチを7編みます。これは1目と数えませんので、1 2 3 4 5 6 7、はい、ダブルステッチを7編んだらこれをリングにします。結びます。はい、こんな感じですね。はい、このところはこういう感じで、はい、つながったことになります。はい、次はこここれを編んで、3枚目のリングですね、これを編んでっていう形になります。そしてここをこう編むときに、ピコットを作りますね。ここの部分はここと一緒になりますね。ピコットを作って10番の時にこことつなぐっていう形になります。5枚目の、モチーフの方を仕上げていきます。はい、5枚目の途中こんな感じになっています。はい、ここから始めてこうですね、ここでつなぎました。そしてこう編んできて、順番に編んできましたね。ここは大きいピコットです。そしてここの時にピコットを作ってこう編んで、ここでビーズを入れてつなぎました。そしてこう来て6編んで、はい、ここねビーズを入れてつなぎました。そして7編んで今結び目を作ったところになっています。はい、そしたらあとね仕上げていきます。今までと同じになります。1編んで
つないで、6編んで、1234のここですね、ここにつないで、そして残り4、1234でリンクですね。最後のところですね。結び目を作って、そしてこういうことつなぐ。そしてこことつなぐ。こんな感じですね。そしてここに入れて、はい、はい、これで5枚目が編めたことになります。次ここね、6枚目を編んでいきます。6枚目を編むときにまた最初に1つビーズを通しておきます。そしてこの角のところですね、このピコットを編むときにそのビーズを、はい、入れてピコットを作ってこういう形にします。はい、そしたら6枚目を編んでいきます。6枚目はまたモスグリーンの糸になります。ビーズを最初に1粒通しておきます。こういう形でかけてくぐらせますね。はい、こういう風にして一粒ビーズを通しておきます。はい、そして80センチのところから始めますね。この、通したビーズはこの後ろへね、後ろへ後ろへやって、ピコットを編むまではこのビーズはね残った状態になりますね。はい、ここから11編んでっていう形で全部今までとね同じになります。この位置から始めて、ここなのでここから始めて次の時にこことつなぎますね。その時にビーズを通す。そしてずっとここに編んできて、ここのところで、はい、今通しているビーズですね、これを編んでピコットを作ってっていう形になりますね。そしてここもビーズがありますね。はい、そしてここはビーズを通して、そしてこういうふうに、はい、編み進めていきます。はい、そうしましたら、6枚目を今編んでるところですね。ここから始めて、はい、ここでつないで、はい、リングを作って、ブリッジリングですね。そして今からここの部分を編みますね。そしてその時にここビーズを入れるっていうところになります。はい、そしたらはい、持ち替えてやりやすいように構えます。最初はダブルステッチを1編んで、そしてこことつなぎますね。ダブルステッチを6編みます。1、はい、ダブルステッチを6編んだら次がピコットのとこになりますね。はい、ピコットを作るときにこの最初に入れていたビーズですね、これを使います。はい、このようにビーズを入れてピコットを作ります。ステッチを7編みます。これが1 2 3 4 5 6 7、はい、こんな感じにしますね。はい、そしたらこれをリングにします。はい、1
かけて、輪にしますね。はい、このリングの先にビーズが入ったことになります。ダブルステッチを1編んで、そしてつないでという形で今までと同じになります。こうここをね編みましたね。ここにビーズを通しました。で、ここのところにまたビーズをこういう感じですね入れて、そしてこっちとつなぐときにここにビーズを入れて、そしてこっちへ行くっていう形で、全部で6枚の三角形を作ることになります。はい、そしたら引き続いて編んでいきます。はい、ここが上の印をねつけていましたので、これが一番上、そしてこの根元にコブがある方が表です。このように置いて、で今編んだのがここですね。ちょっとね編み地に、乱れていると思いますので整えてあげます。はい、こんな感じで本体の方が6枚をつないで三角形になって出来上がりになります。あとここのところにこれね、これ前見本で作ったやつね、この部分を作ります。これは、はい、今まで編んでいるこの三角のここがない状態なんですね。はい、この状態のものをここにつけていくっていうことになります。ここに真ん中のビーズがありますね。そしてこのダブルステッチの目が1つ2つ、その奥の目、ここにつなごうと思います。でこちらの方も1、2ダブルステッチがあって、奥の目ここの部分につないでいきますね。この、これがない状態のものね、この部分をここにつないで、はい、仕上げていきます。そうしましたら木の部分ですね、はい、こちらチョコレート、はい、茶色系の、ね、色で、編んだらいいかなと思います。ちょっと濃いのでね、編み目が見にくいかもしれませんけれど、こちらでやっていきます。先ほどここね印つけたところにつないでいきます。はい、糸端の方は80センチ取ったところから始めていきます。80センチのところに針を当てて、ダブルステッチを8目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、ダブルステッチを8編みました。そしたらこことをつなぎます。この印のところですね、ここにこうですね、こうしてつなぐことになります。ここに針を入れて糸を通ってきて、ダティング針の方に移します。そしてダブルステッチを3目編みます。1、2、3、こんな感じで全部で11目ダブルステッチを編んだことになります。はい、これをリングにします。はい、ここに入れて、リングにしました。結び目を作ります。はい、ここからダブルステッチを3目編みます。1、2、3、はい、3ダブルステッチを編んだらこちら側ですね、印をつけたところ、こことつなぎます。印を外してここにかぎ針を入れて糸を取ってきて、はい、こちらへ移します。はい、ダブルステッチを8編みます。1、2、7、8、はい、ダブルステッチを8編んだらこれをリングにします。はい、こんな感じで、ダブルステッチを編んでリングにしました。こことここでつながったことになります。はい、次はブリッジを編みますので、編み地の方を左側に倒して結び目を作ります。
をですね、今までと同じようにしていきます。ここにブリッジを作ります。針をここへ当てて、ダブルステッチを7ですね、1、2、7、はい、全部抜きます。はい、ここはブリッジなので全部抜き切りますね。はい、編み地を返して結び目を作ります。はい、針を当てて、はい、4目、ダブルステッチを編んだらこことつなぎます。1、2、3、4つ目の向こう側の目ですね、ここに針を入れてつなぎます。ダブルステッチを7ですね、1、はい、リングです。結びます。ダブルステッチを1、こことつなぎます。はい、ここは端のところですね、ここの三角のこの部分になりますので、ビーズを入れずに編んでいきますので、全部で目数の方を13目編んでいきます。1、13、リングにします。結び目ですね。はい、ダブルステッチを1、つなぎます。はい、ダブルステッチを10ですね、1、2、9、10、はい、ダブルステッチを10編んだらリングにします。次は、ブリッジを吸いますので、編み地の方を倒して、そして結び目を作ります。ダブルステッチを1編んだら、はい、このブリッジとつなぎますね。ここに針を入れて、はい、ダブルステッチを6ですね、1、6、はい、ブリッジです。全部抜いて編み地を返します。結び目です。はい、ダブルステッチを4ですね、1、2、3、4、編んだらこことつなぎます。4目目ですね、1、2、3、4目目のこことつないで、はい、ダブルステッチを7ですね、1、2、7、はい、リングにします。結び目です。はい、ダブルステッチを1、こことつなぎます。ここは三角のまた底辺のこの部分になりますので、全部で13目ダブルステッチを編みます。13、これをリングにします。はい、結び目です。はい、最後になりますね。今こういう風になってますので、最後はここに作ったのがこことつなぐことになります。ダブルステッチを1、こことつないで、ダブルステッチを6ですね、1、6、はい、6編んだら
こことつなぎます。こうひねるようにしてこのリングとつなぎます。 1,2,3,4つ目、ここの、はい、向こう側の目ですね。ここに針を入れてつなぎます。はい、ダブルステッチを4 1,2,3,4、はい、リングにします。ここに針を入れて締めますね。はい、こんな感じになります。はい、最後の、ブリッジを作りますので、編み地の方をこのように、はい、回転させて結び目を作ります。こんな感じ。はい、ダブルステッチを1編んだら、このブリッジの1目目とつなぎますので、編み地の方をこのようにひっくり返して目を出してきます。これのここですね、こことつないで、そしてダブルステッチを5ですね。1,2,3,4,5、ダブルステッチを5編んだら、このブリッジとつなぎますので、またこれをこのようにつまんで、はい、ひっくり返します。でここに針を入れてつなぎますね。はい、最後のダブルステッチを1目です。これを抜きます。はい、目を締めて形を作ります。はい、最後ですね。最後はこの結び目のところに入るところに入れます。糸を割らないようにね、スッと入るところに入れます。こう入れて、はい、そしてこちら側の方も後ろへ回しますので、結ぶ分だけカットをしたら、この辺りから後ろに出します。結びますね。肩結びです。はい、そして5ミリほど残してスワン糸の始末、あとねライターで炙るようにします。でこちらが表になります。はい、これで出来上がりです。はい、印をつけたところね、これが一番上、2段目がこういう形になって、3段目を編んで今この土台部分をね編みました。これで出来上がりになります。編み地がねつれたりしていますので、整えてあげてください。スワン糸で雪の結晶をね少し前に編んでるんですけれど、それをのレース糸で編んだものがこんな小さいものがありますので、こういうものを飾ってあげてもいいと思います。濃い色のところにつけてあげたら目立つかなと思います。こういうところにつけてもいいと思いますし、まあ一番上とかね、もっとたくさん編んでそれを散りばめてもいいと思います。ここにしとこうかな、やっぱしね。はい、こんな感じで、はい、あとこれはねボンドとかグルーガンで留めておいたらいいかなと思います。はい、こんな感じで出来上がりです。でここの部分ですけれど、はい、輪っかになっていますので、このままぶら下げるとねちょっと安定が悪いですので、壁面にね、はい、留めたらいいかなと思いますので、ピンを、はい、ピンを打つこのね、ところにしてもらったらと思います。はい、こんな感じで出来上がりです。今回はスワン糸で三角形のモチーフをつないで、クリスマスツリーをね編んでみました。よかったら参考にして編んでみてください。はい、ありがとうございました。